はい、こんにちは、ステロカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカのフォールドレンズの中では比較的ですね、とてもリーズナブルで人気の高いエルマー 50mm の F2.8M マウントですね。エルマーの 50mm というと F 値が 3.5 の、スクリューマウントのフォールドレンズがとてもポピュラーで人気ですけれども、有名ですけれども、こちらはですね F2.8 一段明るくなって M マウントのレンズとなっております。こちらもですね非常に評価も高くてですね、写りもいいレンズですので、ぜひチェックしてくださいませ。この下の概要欄からですねショップにアクセスできるようになってますので、ぜひお早めにチェックしてください。では外観から見ていこうと思います。はい、ご覧いただいてます通りですね、目につくすれあたり、へこみなどは見当たらない感じですね。このフロントも目につくあたりとかですね、落下して歪んでしまったりとか、ぶつけた跡などもないですね。このローレットの摩耗も見られませんし、バレルもピカピカですね。マウント部もスリなどなく、綺麗な状態を保っております。はい、でレンズですけれども、レンズもご覧の通りですね、はい、前玉、後玉ともに擦り傷、比較傷、コーティングの剥離、摩耗などなく、非常に綺麗な状態キープしております、はい、中玉にも曇りカビ、バルサム切れなどなく非常に綺麗な状態です。絞りの状態も、はい、軽快で滑らかですね。サビ、汚れ、油の乗りなども見えないですね。非常にいい状態だと思います、はい、この振動もスムーズにしておりまして、はい、ロックもしっかりと効いてますので、はい、絞りを動かしてこうグラグラ動いたりとかしませんね。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに動きムラなく動いております、はい、グリス切れとかですねそういったものは感じないです。でもって無限ロックもしっかりと効いてますね、はい、付属品がリアキャップと、こちらおまけですけれども丸み製のUV フィルターをお付けいたします、はい、これとフロントキャップですね、はい、ということでこちらのセットでお届けいたします、はい、このままでも撮影にご視聴いただいて全くですね問題ない状態の個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、シリアルとか見てなかったかな、ですね、はい、エルマーの 50mmF2.8M マウントですね、シリアルがよっと、はいはい、ピントが合いにくいですね、はい、1729144ですね、ですので1960年のドイツ製エルマー 50mm ということになります。はい、はい、ということで非常に状態のいい個体ですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。